もう一応これ六金堂が作ったそうなんですけどね、その昔為朝の時代っていうか青ヶ島が小野小島で八丈が女房ヶ島といって女の人が住んでて、それが1年に1回南風に乗って会いに来るっていう歌だそうです。まあ、それを為朝が一緒に住まったっていう伝説があるんですけど、それを野口雨情が歌った歌だそうです。南風だが南風でおじゃれ迎え通りの紅花を、はい、行きます。はい、署名署名。いやー南風だが